はい、とわり急性骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、逆流性食道炎に有効なツボについてお話したいと思います。この逆流性食道炎もですね、東洋医学が非常に有効ですね。西洋医学ですとずっと薬漬けになるようなですね、患者さんも東洋医学の治療をすればですね、もう全然治りますね。全然改善しますからね。他の章でも言いましたが、薬を飲むという行為はですね、胃に負担をかけるんですよね。一時的にはですね、症状が抑えられるかもしれませんが、薬を飲むというのは胃に負担がかかるんですよね。皆さんもですね、病院に行かれると、いろんな薬と合わせて胃薬が出ると思うんですよね。それほどですね、薬というのは胃に負担がかかるんですよね。その出された胃薬でさえ胃に負担かかりますから、なぜかというと、口からね、薬を飲むとですね、必ず胃腸、胃で受け止めますよね。そうすると胃で受け止めますので、その時に、胃に負担がかかっていくわけですよね。ツボをですね、有効なツボを挙げていきたいですね。東洋医学的なですね、治療されると逆流性食道炎はどんどん改善しますので、ぜひ参考にしてください。中間ね、胃の真上ですね、天数、おへその横にあるツボですね。交際、これはちょっと呼吸器系のツボなんですが、アッサンリーね、胃の経絡上にある有名なツボですね。こういったですね、ツボだけで、ビシバシ、治る方もいるでしょうし、やはりですね、鍼治療もですね、加えないと改善しない方もいると思います。それでですね、これはちょっと鍼灸師向けですが、根本治療では五臓六腑の肺と脾を高めることが重要ですね。肺と脾ね、逆流性食道炎なので、消化器系だけというふうにね考えがちなんですが、肺と脾ですね、子と親を創生関係のね、子と親をしっかりですね、上げることによってですね、改善していきますね。それですね、加えてですね、また冷たいもの、白砂糖は控えるということですね。これはもちろんですね、胃腸に負担がかかるし、白砂糖はですね、胃に、消化器系ね、全般だけではないんですけど負担がかかりますので控えた方がいいですね。逆流性食道炎ですね、困ってたりですね、薬ばっかり飲んでる人とか、薬をずっと飲まされている方はですね、東洋医学専門の治療に行かれてですね、とっととですね、こんな症状は改善された方がいいと思います。東洋医学的にはですね、全然難しくない症状なので、薬はですね、基本的に、石油の副産物、もう毒ですね、そういったものからですね、自分を解放させるために、東洋医学というですね、治療の選択肢をされてみてはいかがでしょうか、ね。本日は逆流性食道炎に有効なツボをご紹介しました。以上です。